Starting from Beyblade X, our content not only covers unboxing and assembling but also offers a quick authenticity check, showing you how to spot the real deal. Not only that, towards the end I'll translate a part of Takara Tomy's video that highlights the main product features. Now, let's start with the box BX13 Booster Night Lance for 80 High Needle. で背が高く4枚刃なので相手の攻撃をいなしやすいガチェットになってます、うん、背が高いので、ね、重心バランスを上に上げることができます、うん、続きまして、ね、ビット HN ビット同じディフェンスタイプのビットなんですが、うんはいはいはい、1ミリねニードルビットより、はい、高くなっております、はいはいはい、ニードルビットの軸先がねとんがっていてスタジアムの中央にとどまりながら守りつつ傾いてカウンターも狙えるっていう性能はそのままに背が1ミリ高くなっているので重心バランスがね上がってより傾きやすくなってカウンター攻撃を決めやすくなっちゃってるよそんなビットになっております。色もねかっこいいですね。このディフェンスタイプということで丸く弾けにくい形はねしているんですがここ見てください。ランスということで槍のようなとんがった刃がついております。このね槍のような刃で守りながらカウンターも狙えちゃうということでいわばカウンターディフェンスができるブレードになってます。比べてみると分かるんですが他のブレードよりちょっと高い位置に確かに高い刃がね、うん、ついております。これにより上から相手を下に押さえつけてバランスを崩して攻撃から身を守ったりとか刃はね当然メタルになっているので重い、うん、そのメタルが重いので重心が上に上がって重心が上がると傾きやすいので傾くことでこの刃の天面の部分で相手にねカウンター攻撃をしちゃうということもできちゃうブレードになっております。ナイトランスのナイトは正面を向いております。違ってバトルの前にこう目を合わせてね一緒に頑張ろうぜっていう感じで気合い入れてバトルに臨めるようにそしてこの刃の位置が高いブレード背の高いラチェット背の高いビットこの高い高い高い全部のパーツがね高く設計されているのでこの背の高い状態でこの上から下に攻撃したり傾いて自分は守りながらカウンター攻撃も決められるこのカウンターディフェンスに特化したメインブレードになっております。素晴らしい。Thank you for watching. See you in the next video.